ンダイラブ YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ライターの根本です。ということで、今日もリアルサンダイラブの動画連載、今日もドラマでキュンですと題しまして、日本の恋愛ドラマについてお話ししていきたいと思います。今期もまたちょっと前回の知ってるワイフ同様に、リコカツ、大豆田とわ子と3人の元夫など今期も夫婦ドラマが揃っているので、ぜひこの夫婦の関係についてちょっとお話ししていきたいなと思います。まずは大豆田とわ子の3人の元夫の心身について話していきたいなと思います。どうですか、心身。かなり癖のある役だと思うんですけれど、でも可愛いところありますよね。可愛いところしかないですよね。すごいこう SNS とか見てても、シンシン可愛いっていう、多分第2話がシンシン回だったと思うので、みんなすごい湧いてたなっていうイメージがあるんですけど、3番目の夫ということなので、一番最近までとわ子とこう結婚していた旦那さんで、今はとわ子の働いている会社の顧問弁護士をしているっていうキャラクターなんですけど、こう岡田将生さんがね、作り上げていく心身像が本当に魅力的で、こういちいちね引っかかってくるんですよ。〇〇って意味ありますみたいなことをさらっと言ってくるような人なんですけど、なんかその言い方がなんかね、ちょっと反抗期の子供みたいな、どっか可愛らしさがあったりとか、魅力のあるキャラクターですし、こう最初出てきた時は随分癖の強いこうひねくれたキャラクターなのかなと思ったんですけど、2話で描かれたシンシンのバックボーンとかを見ると、こうなんでとわ子とうまくいかなくなっちゃったのかなとか、シンシンは実はこういうこと考えてるんだなっていうのが結構丁寧に紐解かれていて、ただただ悪いやつじゃないんだなっていうのがすごいあるキャラクターかなって思いました。大豆田とわ子、面白いなと思うのが、それぞれ元夫っていう立場っていうことと、それぞれに今もしかしたら前に進めるかもしれない相手がいるのかな、いないのかなっていう感じで物語が進んでいて、やっぱりシンシンにも、あれこの人とどうなるんだろうっていう女性が現れることになっているので、その辺もすごい注目ポイントかなと思います。これまで描かれたシンシンのこう特徴的なところって、やっぱ壊滅的に運動ができないところかなって思っていて、あの特徴って多分岡田将生さん自身もあんまりこうスキップが得意じゃないみたいなのを以前バラエティでおっしゃってたことがあったので、なんかこうそういう本人ともちょっとリンクするようなキャラクターがあったりとか、でその走り方ダサって言われてるシーンとか、なんかバスケが全然できないみたいなシーンもこう弁護士さんで完璧で、なんかこう隙がない、これって意味あんのみたいなこと言っちゃうようなキャラクターに見せて、実はこう可愛らしくて抜けててダメなところいっぱいあって、弱いところいっぱいあってっていうのがちょっとずつ紐解かれていくことによって、もう母性をくすぐるというか、すごい魅力的なキャラクターに仕上がってるのかなって思いました。あと十和子の前で素直になったシーン、ソファーの下りとかもぜひ見ていただければ分かると思います。ソファーの下りのあのショックを受けた顔とか、その後十和子となんでこういうことになってしまったか、そして自分はそれをどういう風に乗り越えていきたいかっていうことをこう素直に話すシーンがあって、あれもすごい母性本能をくすぐるというか、もう心身のポジションって確立されてますよね。あ、もう恋愛としてここの枠だなみたいなのがすごいはっきりあって、なんかそれをしっかり抑えながらも、シンシンっていう唯一無二のキャラクターをしっかり作り上げてってる姿が、こうやっぱ岡田将生さんすごい役者さんだなって改めて思いました。最近の岡田将生さんって告白とか悪人とかもそうだと思うんですけど、ちょっとずつこう正統派イケメン俳優からキャリアアップにつれて、こうちょっと癖の強い役をやるようになったかなっていうように見えて、そこでその癖の強さと正統派イケメンをハイブリッドしたシンシンという役が来たことで、本当に何て言うんだろうな、集大成みたいなキャラクターになったのかなっていうふうに思っていて、こういう癖の強さあるよねってちょっとうって思っちゃうよねっていうところに、でもこういうなんか正統派のラブコメ王道でいるようなこう可愛いキャラ、母性本能をくすぐるキャラっていうのがなんか見事に融合した、すごい人間らしさあふれるけどすごく魅力のあるキャラクターを演じていて、すごいこうキャリアのバックボーンっていうのがこう透けて見える、でそれがすごい
働いてるかなっていう風に感じるキャラクターなのかなとは思ったりします。男性から見て心身ってどうですか？絶対好かれないですよ。あー、やっぱそうなんだ。でもやっぱなんか悪い子じゃないって感じですよね、うんうん、なんかあれが嫌味映らないのはなんか普通に岡田さんの凄さもありますけど、うん、ただ発作とは若干相性いいように私は思ってま す、ね、なんか受け止める側とちょっとわがまま言う側みたいな、なんかいい意味で支え合っていけそうだなみたいな感じがあったりして、でもね、カタロウとは逆にこういつもちょっと小さいことで喧嘩してもはや出ないんですよね。なんかこう見進めていくと3人の元夫同士の関係も面白かったりして、なんかトワコとの関係とか恋愛関係ということに全然こだわらないで面白い作品なのかなっていうふうには思います。ということで、シンシンとトワコはやっぱりその格差だったりとか、まあ、トワコが社長でっていうのもあったりして、結構こう身につまされるシンシンのバックボーンみたいのがっていうのも、恋愛って結構あるあるなのが、相手のことをライバルと思っちゃうか応援できる相手と思うかで結構変わってくるかなっていうのがすごいあって、でなんかやっぱり相手のがうまくいってる時に男女ともに応援できるのか、それとも自分の悔しいと思ってうんって思っちゃうのかっていうところはなんかすごいキーポイントなのかなと思いました。なんか誰にとってもこうシンシンとトワコの関係って、あ、なんか一回は考えたり感じたことあるのかも。それが結婚やお付き合いに至らなくても、なんかこの人との関係ってもしかしてちょっとライバルっぽくなっちゃうかもなみたいな、こう身につまされるんじゃないかなってあって、私もこうお仕事しながら恋愛していくと、どうしてもやっぱりライバルになっちゃう人と逆にすごく応援し合える人、刺激をもらって、あ、私も頑張ろうって相手のことを応援しようって思える人っているので、なんかこうそれをすごく感じさせる関係性だったと思います。でシンシンすごい魅力的なキャラクターなの でそれをやっぱりね、坂本雄二さんの脚本ということと岡田将生さんが演じるということで、どん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 新しい側面見えてきてますし、尊いっていう言葉がぴったりなんですよね。シンシンってすごい、この大豆田とはこと3人の元夫の良さって、私だったらこの3人のうち誰だったかな、誰とはうまくいかないかなっていうのを振り返りながら自分の恋愛に生かしたりとか自分の価値観に気がつけるっていうところが魅力だと思うので、ぜひぜひそのあたりも注目してご覧になってみてください。ということで今回はここで以上になります。ありがとうございました。